皆さんこんばんは。今回はイケメン俳優として現在大注目の町田啓太さんについてお話しします。劇団エグザイル所属でイケメンだけでなく多彩な演技力にも注目が集まっています。そこで町田さんについて詳しく調べてみました。まずは軽くプロフィールをご紹介します。生年月日1990年7月4日31歳、出身地群馬県、身長183センチメートル、血液型 O 型、職業俳優。町田さんは2015年に放送されたドラマ美女と男子ではフリーターの高坂を演じました。新人俳優が芸能界の頂点を目指していく物語で、そんな姿が実際の町田さんと被って見えると、町田さん自身も役と一緒に葛藤しながら撮影に挑んでいると話していました。重なる部分が多かったからこそ心に残るドラマになったのかもしれません。役を通して挑戦した時代劇も印象に残ったようで、ドラマで演じた役は全部やってみたいと今後の俳優活動についても語っていました。町田さんは父親、母親、姉、妹の5人家族で、女性に囲まれて育ったことで女子会に入っても平気なんだそうです。そんな町田さんの父親は高身長なんだそうで、町田さんは身長が181センチありますが、父親も180センチあるそうです。高身長なのは父親に似たからのようですね。また父親の職業は一般企業のサラリーマンか教師と言われていて、過去のインタビューで町田さんが小学生の時は親の影響で漠然と教師になりたいと思っていたと話していて、両親が教師ではないかと言われるようになったようです。そして町田さんの母親はしっかりした方だそうで、町田さんが雑誌の取材で母が天下で女性がしっかりしている家庭と話していて、母親も教師をしているとの噂があり、共働きだったことは間違いないようですね。そして母親はどんなに忙しくてもお弁当を作ってくれたそうで、町田さんは女性へのリスペクトを忘れないようにしているそうです。そして町田さんは姉について自由奔放と話していて、姉と喧嘩になったとしても言い負かされそうと話していました。どこの家庭でも姉が強いようですね。また町田さんは甥っ子の写真を SNS に投稿していて、とても可愛らしい顔をしているので姉も相当美人なのではと言われていました。そして町田さんは妹はすごく頭がいいと話していることから、勉強が得意なのかもしれません。妹とは喧嘩したことがないそうで、頭が良くて冷静なので相手にされないと話していました。何歳年下なのかは不明ですが、妹の結婚式の写真をSNS にアップされていて話題となりました。スタイルが良いと話題になっていて、モデルなのではと噂になったほどですが、モデルではありませんでした。そんな町田さんは結婚してたという話題が浮上していて、その理由には妹の結婚式の画像をインスタグラムにアップしたことがきっかけで、町田啓太は結婚してたと広まったようです。またドラマ「すみかすみれ45歳若返った女」で主演の桐谷美玲さんの恋人役を演じていて、ドラマの最終回では2人の結婚式が放送されました。ドラマの中での町田さんと桐谷さんがお似合いと言われていたので、ドラマでの結婚式がそのまま結婚したと話題になったようです。実際は町田さんは未婚ですが、熱愛の噂があるようで、2017年に映画「終着の場所」で共演した女優のヒョンリさんと2018年から交際していると話題になっていました。町田さんとヒョンリさんは同棲している、どちらかの家に行き来してると言われていて、理由を調べてみるとスマホのステッカーが同じで、2人のステッカーを合わせると
ロゴの部分がぴったりとつながるようです。さらにペアの持ち物が多いそうで、同じ帽子や服を着ている写真を投稿していました。またファンによると、町田さんは甘党だったのに空党に変わってきたと言われていて、町田さんが最近ハマっている料理が韓国料理のしびれ鍋なんだそうですが、ヒョンリさんがインタビューやラジオで得意料理をしびれ鍋と答えていたそうです。そのことから町田さんはヒョンリさんの影響で辛いものが好きになったと言われています。他にもいくつか関係がありそうな話もありましたが、実際には交際している証拠は見つかりませんでした。また過去には NHK 連続テレビ小説花子とアンで共演した高梨臨さんと打ち上げ後に自宅でデートと報道されました。高梨さんと町田さんを含めて計6人のメンバーで四次会が行われていたそうで、解散後に町田さんは歩いて帰宅したそうです。そして店の裏口から出てタクシーで帰ったはずの高梨さんは町田さん自宅マンションに訪れ、朝まで一緒にいたと記事にされていました。どちらも売り出し中だったため交際は事務所からストップされたそうです。さらに2015年4月から放送されたドラマ美女と男子で共演した吉岡里帆さんはキスシーンが話題となって熱愛が噂されるようになりました。しかしその後2人の熱愛報道はなく、実際には交際に発展してないようです。そんな町田さんは大注目のシリーズドラマ相棒の新しい相棒候補として名前が挙がっていて、町田さんは相棒の主役である水谷豊さんが監督と脚本を手掛けた映画太陽とボレロに出演していて、水谷さんのお気に入りの俳優という噂から相棒候補として名前が挙がっているようです。町田さんは太陽とボレロの東京プレミアで毎回刺激的で、こんな時間をずっと過ごせたらいいなと思うぐらい夢のような時間でしたとコメントしていて、芸能プロ関係者は出演に加えあの挨拶もいいアピールになった、若返りを狙う意味では候補の一人になると話していて、水谷さんは町田さんを気に入っているようです。俳優としてステップアップしている町田さんが新相棒に就任すれば一気に人気や知名度ともに上がっていくことは間違いないですね。これからの町田さんの活躍に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。またお会いしましょう。